それでは今回はハッタリの流儀について話していきたいと思います。突き抜けるために必要なのは実力よりもハッタリだっていう話です。以前ダイヤモンドから出された人生は運や実力よりも勘違いさせる力が大事だっていう動画でも話したその錯覚資産にも絡む話なので、ぜひそちらもチェックしながら最後まで聞いていただければと思います。この本で書かれていることっていうのは労働は終わっているって話だったり、今これからボケている人っていうのが成功するんだって話、またプレゼン力よりもハッタリ力っていうことが大事だって話、またハッタリ人間がしているべき3つのこと、これ非常に重要なので、ここら辺もしっかりと押さえることが大事なんじゃないかなと思います。まず今の時代、突き抜けると成功するために必要なのは何なのか、ズバリ言ってるのがハッタリの力だと。要は手に負えないことをできるとかますものだけが最速でチャンスをつかむと。今の時代っていうのは SNS とかで自分の成功体験を投稿しまくっている現代です。例えば Instagram だったり Twitter だったり YouTube で自分は成功してるんだって投稿している人ってたくさんいるじゃないですか。でもそうではなくて、今後は夢に挑戦すること自体、要はその成功する過程こそが人の心を引きつけ、お金も集まってくると。要は先進国っていうの発展した国よりもこれから発展途上国だと。要は成功したっていう結果ではなくて、この挑戦する様、ストーリーですよね。今自分はこういう風になりたくて挑戦してるんだっていうのを大胆かつ正しくハッタリをかます力っていうのは必要だって時代になってきてます。要は昔は実力がある人が成功したかもしれないけど、そんな夢の世界は終わって、今現実のこの今の現代に起きてるのはハッタリ主義だと。要は実力あるように見えるとか、夢を追いかけてる人っていうのがこれからは勝てる時代なんだってことが最初に書かれてます。で、第1章は労働オワコン時代と。要は AI とかロボット技術などの発展によって今後労働の機械化やロボット化が進んでいくと。要は仕事がなくなるとって言ってる方たくさんいると思うんですけど、不安は不要です。要はそのAI とかロボット技術とかっていうものは、そのクリエイティブじゃない仕事は代替できるっていうけど、クリエイティブな仕事っていうのはやっぱり AI とかロボットできないんで、例えば今後はプログラマーをはじめとする新たな職業もどんどん生まれて膨大な雇用もされますし、どんどんこの AI 時代だからこそよりクリエイティブなエンタメ性の高いプロデュースするような、要は人間にしかできない仕事っていうのがどんどん生まれてくると。それっていうのは労働ではないんだと。要は楽しい仕事、余暇を埋める遊びとか趣味っていうのが仕事になっていくと。だから今後はなんか労働とか働くなくてもっていうものではなくて、どんどん楽しくて遊びって趣味のようなものをどんどん仕事にしていく時代になってくるっていうことが1章に書かれてます。で、続いて2章です。ボケの時代だと。要は努力している人っていうのは勝てないってことが書いてあります。頑張ってる人は成功しないと。そうじゃないんだと。没頭すること、ハマること、夢中になる人が今後は勝てる人だと。要は結果出すために頑張ってますじゃなくて、好きなんでずっとこればっかやってますっていう損得とか損得感情ではなく、好きなことにバカ丸出しでフルスイングしている人にお金も人がついてくると。要は役立つとか意味があるとかという価値がどんどん下がって、こういったボケ最強時代には面白いとか心が動くっていう基準が重視されていくと。要はお金があるからっていうわけじゃなく、あの人は面白いとか、要は遊びの達人っていうのが共感を呼んで人とお金を集めていく時代になってると。先ほど言ったその挑戦の過程こそが一番のエンターテインメントだと。で、その努力とか成長の軌跡を思いを持ってしっかりと発信続けることが大事だと。これブランディングにも絡むと思うんですけど、自分がどんどん変化していく姿っていうのを発信するっていうのが非常に重要で、 SNS で発信するのはただなわけで、そういった SNS でしっかりとハッタリに寄り添ってくれるファンを増やすことが大事だと。ファンの基準は1000 True Fans っていう概念があって、1000人のファンを作るっていうのはまず一つの基準だと思うんで、しっかりと自分の挑戦する過程っていうのを発信していくことが大事なんじゃないかなと思います。で、今の時代っていうのはお金持ちよりも共感持ちだと。要は貯金時代よりも貯金時代って言われる信用性が高い人が成功する時代になってると。要はビジネスだけで勝負するのではなくて、あがいてもがいて頑張る姿に人は共感すると。じゃあ共感するストーリーっていうのはどういうものがいいかっていうと、どこかで見たことがあるストーリーには人は熱狂しないです。トリッキーな行動をとってほっとけない存在になることが大事です。手元に必要以上のお金は残さずに、絶えず挑戦していくためにはお金を高速で回し続けて経験値をどんどんつけていくっていうことが非常に重要になります。続いて第3章、プレゼン術よりもハッタリ力だと。勝負っていうのはプレゼンに入る前、相手を選ぶ段階から始まっています。要は準備は9割です。いい資料を作ることはやめてください。自分が求めている人に会いに行って気に入られるかどうか、好かれるかどうか、面白いと思ってもらえるかどうかが大事です。DaiGoさんの本でも話した通り、優秀よりもお前面白いね、楽しいやつだね、すごい気になるよ、好きだよ、いや興味持ってもらえるかっていうのは非常に重要です。その興味を持ってもらったら人を紹介してもらえたりとか、ノウハウをもらえたりとか、いろんなことを教えてもらえます。なのでプレゼンをする相手を見つけたら、まずやるべきことは、相手にこいつめちゃめちゃ面白いなとか、この話に乗っておかないと逆にこっちが損をして思う気持ちまで持っていくことが非常に重要です。そのためにやることはまず一つです。事前に相手の情報をリサーチすることです。相手が何に関心があるか、何に悩んでるか、どういう風なものが好きなのか、しっかりとそれを理解しておかないと面白いと思ってもらえないわけです。でプレゼンでやるべきものっていうのは、あと業界の裏ネタとか儲けのからくりとか、相手が興味をそそる雑談ですね。雑談力、雑談トークでハッタリに食いつかせるってことは大事です。そのためにいろんな人と会って面白いネタを仕入れて、自分で実際体験して、自分自身が面白い人間にならないと面白いトークっていうのはできないんで、しっかりと自分でどんどん挑戦していって面白くなるっていうことが非常に大事だと。ハッタリをかます時に小手先の資料作成とかっていうのは一切いらないと。資料ではなくてテンポよく気持ちよく面白い話をしっかりするってことが大事だと。続いて第4章、ハッタリ人間がしているべき3つのもの。この3つ非常に重要なので、自信を持ってハッタリをかますためにしっかりとこの3つを捨てることが大事です。1つ目が最もらしい言葉、要は常識なんて非常識だと。こうあるべきっていう世間の常識を頭から外さなければハッタリはかませないと。要は予定調和なものに人っていうのは熱狂しないんです。要は考えつかないよ、そんな考え方あんの、実現したら面白いよねという発想に人は魅了されたりとかします。なので最もらしい言葉を捨てると。で2つ目が親の教え、親の言うことは間違ってるって思うことが大事です。要は育った世代が違うんで、親が言ってることって何十年も遅れてます。親の意見をしっかりと吸収するっていうのは逆にダメなんです。どんどん新しい情報を入れて常識をアップデートしていかなきゃいけないんで、親が言うことは間違ってると思うことが大事です。で3つ目、プライドです。1円の価値もないです。世間の目を気にしていては絶対にいけないと。誰もが自分以外のことに関心なんか一切ないです。なので最大の恥をかき、周りから注目されるためにしっかりとプライドを捨てるってことが大事です。続いて第5章、ハッタリの後始末です。あれこれ考えずにとにかくやってみて、やりながら学んでいくってことが大事です。で好きなところから始めればいいです。見切り発車でどんどんやりながら軌道修正していって合格点を取りに行く、結果を出していく。わざわざ1から10まで学ぶ必要はないと。例えば教えることが上手なギタリストにギターを習った時に、生徒には基礎練習はやらせずにいくつかの簡単なコードで弾ける曲を教えていくのがいいです。このコードを覚えるだけで初心者でも簡単に弾くことができたり、難しいコードにも挑戦したくなります。逆にじゃあ最初から各コードを完璧に抑えられるまで練習していたら早々に挫折します。なのである程度弾けるようになったら演奏が楽しくなってから自主的にチャレンジした方がいいわけなんで、とりあえず何かをしたいと思ったら何かやってみると。でやりながら学んでいくっていうことは非常に大事です。準備ばっかしてる人っていうのは成功もしないし結果も出ないんで、とりあえずこれいいなと思ったらどんどんやると。でうまくいってる人がいたらその人がやってる方法をしっかりと取り入れて完璧に真似するってことが大事です。で成功ノウハウをパクったら、あとは消費者目線に立って改善を繰り返すことです。もっといい方法ないのかな、より良くするにはどうしたらいいのか、お客様はどう思うだろうかっていう想像力を養うヒントっていうのは日常生活の中にどんどん隠れてるんで、自分がやりたいと思ったことっていうのはどんどん真似てやってみるってことが非常に大事なんじゃないかなと思います。続いて第6章、それでもハッタリをかませないいい人な君へっていう章があります。目の前にチャンスがやってきた時はこう考えましょう。とりあえずやりますと即答することです。根拠のない自信を持ってとにかくやってみると。でハッタリをかました後の辻褄合わせっていうのは後から合わせばいいと。まずは自分自身に対して自分ならきっとできるってハッタリをかましてみることが大事です。まず相手にハッタリをかます前に自分はできると自分に対してハッタリをしっかりとかますと。でチャンスを見極める必要なんかないと。むしろまだ結果が出てない人がチャンスを見極めるスキルなんて一切ないんだと。ちょっと面白いと思ったらノリで飛びついてみると。このノリのいい人っていうのが最終的に結果も得るんだと。要はできると言い切って辻褄を合わせる覚悟が大事事なんだと、考えますとか一切言ってはいけないと、やりきるっていう覚悟を持つことが大事で、その覚悟が積み重なると信用になる時代だと。で最後7章、努力という最大の軽くり、人生においては足し算と掛け算を意識することが大事です。これはホリエモンのゼロの本にも書かれてますけど、まずは足し算だと。10+10、1+1で20とか2の成果を出すってことが大事だと。で10+10で20になれば、これは確かに掛け算をすると 10×10 なんで100の成果になると。足し算よりも掛け算の方が5倍成果が出ると。しかし誰だって最初は足し算なんだと。要は掛け算の土台っていうのは足し算の積み重ねが支えていると。掛け算っていうのは簡単に言うと人生や仕事を楽にすることです。簡単に結果が出るってことです。足し算っていうのは地道な努力です。この掛け算はやっぱ足し算が土台なんで下積みが必要なんですよね。誰だってスタートはゼロです。足し算でまずは実力をつけると。で楽ができるのは努力の後だと知っておくことが大事です。僕もその最初初めて1冊目の本を出す時ってすごい時間もかかったしお金もかかったけど、今は30冊以上出してて、どんどん掛け算でどんどん出版も決まっていくと。やっぱ最初は地道な努力があって、後から楽できるってことがからくりですよね、努力の。で努力が楽しくなるのは自分が得意になってからです。結果が出てからです。なのでまずは80点くらいを目指して、がむしゃらに徹底的に自分のレベルを上げるってことが大事です。で結果が出てきたり得意になってきたら、楽しくなれば120点までは掛け算で突き抜けると。成功への道のりっていうのは最初はコツコツ、後から一気に加速するってことをしっかり理解することが大事です。でこれからの時代っていうのは労働はオワコンになって遊びの時代になると。要は大人になってしまった退屈な人、要は毎日頑張んなきゃいけないよって人よりも、バカ丸出しで僕続ける3歳児のような子供っていうのが今後は成功する時代になってくると。で最後まとめなんですけど、この本「ハッタリの技術」はダイヤモンドで解説した人生はその運とか実力よりも勘違いさせる力のが大事ですよっていう本、こちらもぜひチェックしていただいて、このハッタリとか錯覚資産をしっかりと仕事で使うってことが大事です。要は今っていうのは実力よりもその優秀に思われるとか好かれるとか、あいついいなって思われることこそが、要はその信用とか共感ですよね。人間にチャンスが与えられて、そのチャンスの結果仕事でも出世したりとか成功の階段を上ると思うんで、しっかりとこのハッタリ流儀で抱えていること、要は実力よりもハッタリっていうのが非常に重要なんだっていうことを実際吸収して、仕事でよく見えるように行動するっていうことが非常に重要なんじゃないかなと、この動画を見ていただいて感想だったり気づきとかいただければと思います。チャンネル登録、評価ボタンのクリックもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。